先生、お疲れなんじゃないですか。顔色が悪いです。今日の授業はやめましょう。わしの顔色が悪いだと？貴様ら青病団どもに比べりゃマシだ。ほれ、64ページ開け。それはないか。おい、そこの古家、金子水蔵。はい。わしは誰のために授業をしとるのかね。うん。大変失礼いたしました。我ら学生のためであります。わかっとるなら前に出てこの計算式を解け。で鑑賞で鑑賞で半年くらす。気に入ったぞ。ありがとうございます。名は何という。組は、出身は。君がここに入学したことの意味は。
よし、次の部屋に行くぞ。金子、お前も来い。はい先輩。土だ。金子か。どうした、こんなところで。川屋の帰りだ。そういうお前は例の夜の散歩とやらか。ああ。いや、ついさっきまで俺たちの時の歓迎ストーブのことを思い出していたんで。ああ、あれか。あの時は驚いたな。お前みたいなふてぶてしい一年がいるなんて思いもしなかったから。そうか。ああ、ふてぶてしい上に大バカだった。お前なぞと並べ立てられて俺はいい迷惑だったぞ。そうか。よし、行くぞ金子、遅れを取るなよ。はい先輩方。覚めよ、迷いの夢覚めよ。そう、先輩方が飲まれてどうするんですか。そうだな。よし、行くぞ。貴様、名は何という。組は、出身は。一年リオツ、土田のりざね、薩摩の出だ。この学校に入学したのはなぜだ。たまたま試験に受かったからだ。この寮に入寮したのはなぜだ。学生はすべからく入寮すべしと規則にあったからだ。バッキャロー。貴様には哲学がないのか。始終のロゴスとうつぼつたるパトスを持って我々は貴様に訴える。貴様には理想と誇りはないのか。バッキャロー、何を寝ている。すまん、難しい質問が続いたので意味を考えているうちに寝てしまった。もう一度同じ質問を繰り返してもらっても構わんか。これはいい。土田とか言ったな。貴様、近年稀に見る大バカ野郎だ。気に入ったぞ。金子、来い。いやー、今年はいいな。一年に傑物が二人か。稀に見る大物だ。
どうした？散歩に行くんじゃなかったのか？いや、なんでもない。おやすみ。おい、そこの古着！おい、聞こえとらんのか！土田のりじゃねえ！貴様、わしの授業中に何をぼんやりしておるか！でかい渋滞して鬱陶しい！すまん。で、貴様は何を考えとった？顔色が優れんな。何か悩みでもあるのか？悩みと言ってもいいのかわからんが、ある。ほうほう。なんだ？ものによっては相談に乗ってやってもいいぞ。学問の悩みか。それとも町のめっちゃんに恋でもしたか？いや、そういうわけではない。ほう、では何を？煩悩というものはどうすれば抑えられるのだろうかと考えていた。愚問と言いたいところだが、難しい質問だな。やはりそうか。ちょっと待て、土田。やっぱりメッチェンの話じゃないか。相手はどこのメッチェンだ？映画館のキップリの子じゃなかろうな。喫茶店のあの子もいかんぞ。あの子は俺が。黙らんか、このひよっこども。相手がめっちゃんじゃないのは確かだな。よし、ではわしがお前にたんと課題を与えてやろう。難しいことで頭を埋めてしまえば色の入る余地もあるまいて。すまん、感謝する。